しかしてこんなのが地面の中にたくさん？考えたくないからやめて！こいつらが足元にびっしり詰まってるのです。だから想像させないで！ぼさっとするな。この時間は奴らの時間だ。次々来るぞ。マジで？戻るぞ。はい。戻るのです。サンドアームのことなんか思い出したくもない。ここは砂漠の休憩所よ。砂漠を越えるときはここで休んでいくの。綺麗だな。しかし噂の丘からの大人が砂漠の越え方も知らないとはな。やっぱ噂になってんだ。もしかして喜び始めてる？あんまりいいことないって。温まりますよ。あ、どうも。ありがとうなのです。4つの鍵か。なるほど、それもあってか。鍵のこと何かご存知だったりします？鍵は地、炎、海、闇の4つだと聞いたことがある。その鍵の場所とかも聞いたことあったり？ライトニングさん？いや、すまんな。鍵のありかについては私は聞いたことがない。
それより私は聞いたことありますよ。え、地の鍵、それは魔法を輝く地に、海の鍵、それは海底深い神殿に、闇の鍵、それは朝の訪れない地に。おお、ちょっとだけ具体的な感じ。まさかそれは赤の予言の印象か。ええ、よくご存知ですね。何です、その印象というのは。予言の原書にしか存在しないと言われている隠された章だ。しかし原書が読めるのは。聞いたことがあるだけですよ、原書を読んだ方からね。バハムート軍の巨匠はさすがに知らないよね。知ってるわけないでしょ。そうですね、噂でよろしければ。嘘、あくまでも噂ですが、クリスタルの塔の先、神の道を越えたさらに先に、御使いが住む神の城があると。御使い、つまりバハムート軍の王。おお、ならやっぱり4つの鍵を手に入れてクリスタルの塔を目指せばいいってことだよな。そうなるね。なんか安心したら眠くなってきちまった。はあ、もうラーンの眠気がうつったみたい。今日はここで寝ちまおうぜ、姉ちゃん。そうだね。おやすみなさい。おやすみ。抵抗は無駄だよ。おいおい、あまりレディにひどい扱いをするなよ。レディには優しく、これが私のモットーだからな。くだらん。なんだあいつ。まさかバハムート軍の。その大人の処理も私に任せてくれる約束では。処理って、一応私もレディですけど。そうだな。いや、大人とはいえもう少し大人になることだね。おい、ふざけやがって。ラフ、あまり手荒な真似はさせないでほしいな。おとなしくしててくれ。なんだよこれ。わからないよ。